今日は村上頌樹と野村祐輔先発をしてゲームが始まりました。1回の表村上好スタートを切ります。この1回は1番2番3番三者凡退のスタート。3番のヒットメーカー秋山もきっちり抑えました。初回0点でスタートを切った村上です。さあその裏タイガース点を取ります。ランナーを置いて森下、初回に今日1本目のヒット、先制打、1対0タイガース先制です。3回はカープのイニング一瞬あったかなという、そんな表の攻撃ご紹介しましょう。ランナーを置いて小園の長打、小園が右中間を破ります。タイムリースリーベースヒット。その後すかさず野間がうまく打ちます。レフトへのタイムリーヒット、2点取って逆転に成功、カープ2対1。しかし3回の裏すかさずチャンスを作るタイガース、また森下、野間がこれを後逸、近本、そして中野ホームに帰って逆転3対2、タイガース1点のリード。そして勝負を決めた6回です。6回の裏のタイムリーヒットパレードいきましょう。まず近本のフォアボールで押し出し、中野レフトへのタイムリーヒット、さらに森下が打ってくれます。ファーストベース前でポーンと弾んでライトへ転がっていく、ガッツポーズの森下大活躍、今日4安打3打点。9回は梶谷がマウンドに上がります。ここもきっちり締めて3アウト、試合終了。今日のゲーム7対2タイガース5点差解消しています。今日のゲームのハイライトをお届けしました。